どうちっちゃくずっとも触ったアクセド地形バイルメインになりながら危ない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 、海面が見えるんですけど、はい、これは何か、ありがとうございます釣れました。今日のメンバーはすごいです。やっぱ構造さんレジェンドじゃないですか、はい、カイアの、はい、マサル船長も乗ってます。本当にもう今日はプロアングラーと船長しかいない空間です。釣れるといいんですけどね、本当にここ数日結構渋いみたいで。あぐらいですかね。どこ全然怖いです。どこがスタジオ？まだ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 。僕が高校生の時頃、はい、パソコン越しで見てた12年前なんですけど。12年前。僕が初めて見た12年前からずっと同じこと言っててブレてないんで、未だになんか夢をいただいてます。あの大物釣りは。夢を追う釣りなんで、小物釣りに走っちゃダメなんですよ。なるほど。今これ僕は300ポンドなんですよね、バイトリーダー。おお。これをダブルに最終的にしますんで、細ければ食ってくる魚はいらないです、僕は。こんなの関係なしに食ってくるでかいのを狙ってるんで。世界から見てあのこのフィールドっていうのはどういう位置づけになるんでしょうか。位置づけ、まあまあ夢のある夢があるフィールドだと思います。で、僕の周りには変態的にね GT を釣りたいと思ってる連中がたくさん集まってくるんですけど、そういうアングラーが僕と一緒に沖縄に来るようなね、だから海外から友達が一緒に来て沖縄で釣りしたいと思って来てくれて、一緒に釣りするしに来るようなことなんで。いたんだか？下いたんだぞ。違います。
先です。はい。する上で一番大切なとこってどんなとこですか？諦めないことじゃないですか。きっとどんなルアー投げてても、まあどんな時でも、いやーもうめちゃくちゃ悪い日やあかんやんって言ってもチャンスはゼロじゃないんですよね。ゼロじゃない限り釣れる可能性はありますんで、たとえ 0.1 でも 0.01 でも釣れる可能性があるんだって諦めないっていうのが一番の近道じゃないですかね。なるほど。とにかく大きいのが釣りたくて、まあそれで沖縄来てるんですけど、沖縄はすごく有名なフィールドだと思うんですよ。沖縄もずっと年4兆校は来てたのかな、ずっとコロナ前までは。それがもうすでに35年ぐらい続いてるんですけど、現段階で僕の記録の70キロは沖縄で取れたんですよ。なるほど。まあ70キロがすごいって話はちっとも僕の中ではこんなこれっぽっちも思ってなくて、沖縄で実際目撃した魚は少なくともその3倍、どうちっちゃく見つくっても3倍。3倍って沖縄で見た魚は150から200は絶対ありましたその魚1回は僕のドアに出てくれたんですけど、吹っ飛ばされましたで着水しました。むちゃくちゃでっかいあの尾びれが見えてたんですよ、このね。マグロみたいなんだけど、尾びれを出してこうやってルアーをチェイスして、でその横の、まあ、10キロぐらいのメッキが食ってきたんですよ。それももう20年ぐらい前の話なんですけど、それが食ってきて、うわ横のが食い寄った、こんなもん食わしてあかんなって、その時キャプテンやった前田ちと喋りながら、もうテンション上がってるから1分ぐらいで取った魚が39キロだったんですよ、はい。であれを10キロ以下、10キロほどのメッキに見せたあの魚っていうのは本当にヤバいんですよ。でその次の流しに僕は前で投げてたんですけど、後ろに出ました、その魚が。もうアゲアゲ状態だったんで何にもできずに切られたと。お前かけんなよと思いました正直ちょっと話聞いてた。船長もギリギリまで迷ってました。どこ行こうかなって。まあ頑張ります。今日も投げ切って。おい、出た。
乗らん、乗らんかった、でかかった今の、これはえぐい。横見えてたんで。なんか後藤さんでもバラすんですね。朝覚えとけよ。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。いや、ありがとうございました。2日間あの炎天下の中投げ倒したんですけど、残念ながらノーキャッチで終わりました。昨日は、まあ、バイトなかったですけどね。苦しかったね。今日はなんとかじゃバイト得られて惜しかったんですけどね。高座さんの結構はっきり見えましたよね。ねえ、もうあれで外れるかなというね。バラしちゃいました、ごめんなさい。ごめんなさい。これ新しい船。はい、そうですね、はい、はい、去年からですけど11月から新しい船に変わって、はい、僕も今日タートル1本目、ね、新しくして1本目狙ってたんですけど、多分バラした用意ってその下心があったと思うんですよ。ちょっと緊張したやろね、俺らね。そうですね、大きな1級ポイントに入れて、ね、ちゃんとバイトも拾えて、ね、面白かった。アングラさんのおかげです、これだけは。今日はね、いつ釣れてもおかしくないってずっと思いながら投げてて、50キロ、60キロ目指して頑張りたいと思います。あの亀川さん、ありがとうございました。いやいや、ありがとうございます。小沢さんもありがとうございました。ありがとうございました。また頑張ります。早かったです、40分。もう釣れたっす。釣れました。こっちからあの海面が見えるんですけど、はい、これが何か。ありがとうございます。釣れました。世界お世話になる森蔵さんです。森蔵さん、はい、土球が28回も今年入ってからかかってるんですけど、まだ1匹しか釣れなくて、それが49魚なんですけど、いつもシングルなんですけど、まあ、そうなんで、はい、確実に取りたいなと思って、トリプルにしようかなと思ってた矢先なんですよ。はい、大型がいるってなるとちょっと話変わってくるんですよね。
焼き屋さんなんだ。めっちゃいい匂いしますね。天国の焼き屋さんなんだ。かわいいっすね。これ普通の 3LDK なんですけど、お客さんのゲストルームですよね。あ、そうなんですね。いや最高っすね。釣れる気しかしないです。とりあえず今からアシスト服を作らないといけない。昨日までノット組んでなくて、っていうのも毎回結構僕ギリギリまでノット組まないんですよ。普段船の上で組んだりとかしてるんですけど、まあもちろん糸癖がつかない方がいいっていうのがもちろんあって、でそれで前日に組んでこのスプールに巻いたら、このスプールの径でこうリーダーに癖がついちゃうんで、それがもうめちゃくちゃ嫌で、このギリギリで組んでまっすぐのラインのままやりたいなっていう、まあ、話聞いてたら、まあ、40キロオーバーも出そうな感じなんで、何も聞いてなかったら150ポンドでやってたと思うんですけど、まあ話聞いて180ポンドでやることにしました。今回森蔵さん迎えに来てくれましたからね。そうですね。その時の話聞けてよかったですよね。よかったですね。今から出船ですね。念願の森蔵です。琵琶湖 GT やっていきます。おはようございます。今日はですね、まあ、一応天候的にはすごくなぎでいい感じなので、まあ、どこでも行ける感じなので、とりあえず、まあ昼の下げ潮と夕方の上げ潮の、まあ、2潮をちょっと地合いたたけるので、まあ、それの両方ですね、しっかり風と潮合わせてやっていこうかなと思いますので、チャンスはちょっと多めにあるんじゃないかなというふうに考えております。はい。一発目はどんな仕掛けでいくんですか？いつものワイルドレスポンスでいきます。釣りさん前2人、真ん中1人、後ろ1人 でポイント移動ごとにローテーションで入れ替わっていく感じ。あ、なるほどなるほど、はい、なんかみんな今日ちょっと緊張してませんか？全然じゃあ行きましょうか。はい、よっしゃ、やりましょう。ヤンサさん、一番後ろ行きますか？あ、わかりました、後ろ行きます。真ん中、はい、よいしょ。よっしゃ、早いっすね。という間。じゃあ、1投目。1投目、はい、はい、緩やかに左から右に流れてます。で、この時間に潮が流れてるとちゃんとそのこれから先の下げの時代が効くんで、今日の下げの時代は11時半です。9時方向、今、あずささんとダイヤのちょうど間ぐらいの奥にナブラを入れてきました。おお、脱脱脱脱脱脱乗ってる、一応乗ってる、乗ってる、乗ってる、ファーストフィッシュは脱でした。脱特大脱、特大脱、ルアーがボロボロになって帰ってくると。やばいっすね。じゃあ、こっちまーす。はい、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 ありがとうございます。あぶね、気づか。大丈夫ですか、ルアーは？普通の、あぶない、アシストだったら危なかったけど、視点が入ってるから大丈夫です。あ、なるほど。脱の匂いがついていいかもしれません。ファイトまで来るのよりいいですよね。脱って結構見切りますよね。魚とか出そうだからトレブルに変えましょうか。ルアーチェンジ、はい、ちょっとハリアーにして、チーキという場所ばっかり最近意識的に狙ってしまって、あ、今日海の色がいいですね。
通そうな色してる。悪い時ってどんな色してる？なんか、なんですかね、ちょっとやっぱり少し緑っぽく見えるんですよね、はい、水面がうっすら緑に見える感じですね。おお、すげえ、いっぱいいますね。すごいことになってます。これはね、いくらいくらでしないで、どんどんいろんなの見つけていくんで、ここはやめますね。魚っ気がすごいですね。まだ GT からのバイトは得れてないんですけど、まあ、船長が言うには今からいいしようっていうことなので、うん、まあ、後半期待ですね。何？薄まさ、薄まさって言うんですよ、とっても AJ、シネー、薄まさ、やっけ。水深何メーターですか？下で22ですね。てっぺん、緑の上で10メートルです、はい。次、ちょっと待ってください。少しだけずらします。ほんのちょっと前出します。真下25ですね。壁、やっぱり10から25っていう感じの壁です。15分移動しますね。
はい、もう先に飛びます。オッケーオッケー。うわ、暴れてる、危ない、バレそうな気がするな。え、大丈夫そうだ。かかりは綺麗です。嫌な引きするな。これ行くかな、まだ結構こいつ動き回ってんだよ、ね、なんか変な引きっすね。 GT なんですけど、ちょっとね、危ない危ない、すいません。オッケー、見えました。オッケーオッケー。ちょっとツール上げてもらっていいですか。ツール上げてもらっていいですか。後ろ回った方がいいですか。大丈夫ですか。あ、危ない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 。まだ、はい、まだ上じゃない。はい。ちょっと後ろ下がります。OK。寺川だけ行かないように。はい。今風に乗せてます。はい。ああ、きつい。いいな。OK OK。OK、出ました。うん。いいじゃんいいじゃん。大事に行きます。皆さん、はい。はい。見えてみなかった今。いいサイズなんじゃない。よそ見してました。一番の醍醐味は今ね、こっち側から見てるんで、もう船は離れない。わかりました。大事に行きます。うおっ、オーマイグンネス、位置がきつい。ちょっと見ちゃう。すいません。見えてる見えてる。うわ、結構寝方最高だったね今の。うん、まだ泳いでるね魚。そうっすね。よし、こっからちょっとバックにします。潮の潮が、そうなんですよね。はいいけど、はい、お願いします。おー、いいサイズ。おお、でかい。でかい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 。お、めっちゃいいサイズ。よっしゃ。おお、Oh my goodness! You made it! こんないいサイズだった。Oh my goodness! やばー。でかいでかいでかい。綺麗。綺麗。こんなでかいかも。ありがとうございます。去年あんなに釣れなかったのに。いや楽しいっすね。ウェイト見失ってて。どこ行ったんかなって言って、ベタって言われた。あ、俺のだ、やばいぞ。絶対しっかり方で申し訳ないんですけど、はい、これなんか、ターン終わった後ですかね。そうですよね、なんかなんかそういう感じですよね。はい、ボロボロなんかシュッて、ちょっと痩せてる。ちょっとね、で僕今、自分が乗ってこれ60なんですよ。あ、はい。で、ここにこれで入れるんで、大体25ぐらいかな。あ、本当ですか。いや、この GT って見た目より軽いです。そうなんですね。持ってもらったら分かんないけど、 そうあの、そんな重くないね、はい、一回言っと、ほら、軽いんですよ。あ、ほんとだ、軽い。なんか見た目の割には軽い。なんで。出した GT です。はい、 OK、 まあ、25ぐらいということで、はい、よく引きました。行きます。はい、3、2、1、トップ。オッケー。よっしゃー。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。よっしゃー。いやー、よかった。で、出方すごかった。見てなかったけど、シュワーだけ見えた。ほっとしました。よかったですね。この感覚って結構大事なんですよ。飛行機に乗って GT を釣るっていうのが、僕らって地元に GT がいるんで、まあ、今日ダメでも来月とか普通に言えるんですけど、うん、久しぶりだからマジで GT でかく見えたっす。絶対30ある、うんうん、多分長さは30キロクラスだと思うんですよ。130ぐらいあると思うんですけど、うん、ちょっとシュッてしてましたお腹の、うん、今日も頑張ります。今日は穏やかな気持ちでやります。ベイとかしようか、ざわついてるっす。あ、そう。このアクションはどんなアクションですか、今。ワンピッチ。ワンピッチで、ルアー潜らしてます。ワンピッチにすると潜るんですか、ルアー。潜りやすいですね。潮の抵抗にもよるんですけど。はい。
今の状況が普通にジャックすると水面滑りやすい状況なんで、珍しい。水の電波が流れようとしてるんだね。言っていました。三十六号今タスマン投げたあたりのちょっとこの向こう側ぐらいにフェイトの群れ。うっすらうっすら浮いてますね。これは水面を滑ったりするとダメなんですか？はい、いやそんなことないです。人それぞれなんですけど、はい、僕はあんまり滑らないようにしてます。スキッピング専用のルアーもあるし、一概には言えないんですけど、この水面スキップしてルアーが回転してあのフロントフックがリーダーに絡んだりとかすることがよくあるんで、そしたらもう終わりじゃないですか。スミット無駄になるんで、はい、それが嫌なんですよ。で、まあ、シングルフックだったら仮にそのリーダーに絡んだりしてもこうちょっとこうやってアクション入れたりとか、うん、もう一回次のスキッピングで元に戻したりとかするんですけど、トリプルの時はもうなかなか遠くでなんていうか直せないので、まあ、シングルのいいところはそのエビっても直しやすいっていうのと、あとアクション面では水面から出さないようにすることで、まあ、一投を無駄にしないことができますね。今日はどんな感じですか、東京としては。今日は基本的に昨日と週のタイミングと風もあんまり変わらないんですけど、ちょっと風が強いので、あの浅瀬の地形周りでメインになりながら、あの魚の反応を見てあの組み立てていく感じなんですけど、バイトしてくれました。ダツバイト、ダツバイト来た。ダツバイトやった。おお、合格点だな。ダツでもめっちゃ嬉しい。待ってました。平戸島南側のエリアで一番出る場所はあれですよね。はい。お、出た。お、出た。よっしゃ。回せますよ。はい、回す。あ、こっちか。やばい。ちょっとランディングこっちでお願いしていいですか。外れそうですね。外れそう。あ、外れた。あ、マジか。あー。やばい。やばい。マジか。残念。
ー